いいぞ。おっきいぞ。オスのうんた。おっ、ててよいしょ。おお、大きいぞ。聞いたよ、聞いたぞ。おじさん取りに来ましたよ。あら、角はちっちゃいぞ。よいしょ、よし、チンキ、よし、うん、お、まだ生きてますね。ちょっと待って、落ちちゃうよ。待て、いかいか、待てよ、止まれ、賢いぞ、止まれ、よし、やっぱり、褒めてやると止まるな、ちゃうか、よし、いや、そんなに大きくないですけど、お筋がゲットです。天気が悪いとね、あれですよ、朝夕のゴールデンタイム以外でも、うろうろしてるやつがいるんで、チャンスですね。あ、よかったよかった。あまりに弾が当たらないっていうね、前回動画の鹿が7頭打って、あの1頭っていう感じだったんですよね。なので、これはスコープの調子が悪いのか、弾の調子が悪いっていうことで、今回弾が調子が悪いということにしてまして、一旦家に帰ってですね、弾を作り直してきました。そしたらね、見事に当たりましたよ。やっぱ不安要素があるとやっぱ面白くないですからね。量とはいえ、これはもう趣味だし遊びだしね、本当はもう量期前に調整しておくべきだったんですけど、したはずなんですけど当たらないっていうね、まあ、そんなこともありますということで、ちょっとオス続きになってますね、はい、次あたりメスの美味しいお肉もね、取っていこうと思います。それではまた。ありがとうございました。バイバイ。